テレビ愛知のドラゴンズ中継10ちゃんベースボールですが、実は新たにテーマソングが生まれたんです。まずはお聞きください。10ちゃんベースボールのテーマソング青の鼓動、疾走感あふれるメロディーに加え、歌詞には今シーズンドラゴンズが掲げるオールフォービクトリーのコンセプトが散りばめられています。これを地元名古屋出身メインさんが圧倒的なハイトーンボイスで歌い上げ、聴いた人たちの胸を熱くさせる楽曲となっています。今日は青の鼓動を歌う歌手のメインさんがスタジオに来てくださいました。メインさんよろしくお願いします。この青の鼓動とってもかっこよくて、朝からダウンロードして私ずっと聞いてます。ありがとうございます、はい、私も本番前に聞いて気合が入っております、ね、ったり、はい、気合十分でございます。ありがとうございます。この曲はですね、アニメ鬼滅の刃の主題歌グレンゲなど数々のヒット曲を手掛ける草野佳代子さんが作詞作曲されたということで、リリース前からかなり注目を集めていたと思うんですが、どんな気持ちで歌われているんですか？レコーディングで もう汗だくになりながら歌わせていただきました、うん、でオールフォービクトリーっていうこの言葉はもちろんですけれども、歴代のスローガンもたくさん歌詞に散りばめられているので、うん、ファンの皆様はぜひ楽しんでいただきたいです。じゃあ聞いていると歴代のファンの方、あ、このスローガンはもしかしてっていうのも感じながら聞けますね。はい、ハードプレイハードとか。うわーでメインさんも名古屋出身ということで、はい、ドラゴンズの主題歌を歌う、応援歌を歌うというのはプレッシャーなかったんですか？いや、めちゃくちゃ嬉しかったです、うん、ドームの割と近くが実家なので、はい、ドームの外周をランニングした思い出もあるので、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。そうだったんですね。じゃあこれまで試合は観戦されてきたんですか？生観戦はしたことがなくて、今回お話をいただいたことで初めて観戦して、でも今シーズンすでに3回くらい球場に行ってます。お忙しいのにもうすでに3回お気に入りの、ね、選手もいらっしゃると聞いていますけれども、はい、初めての生観戦が立浪ドラゴンズ初勝利の瞬間だったんですね、はい、なので溝脇隼人選手のヒーローインタビューを生で拝見したので、もう自分も頑張ろうって思ってすごくこう胸を打ちました、はい、決勝だわ、しびれましたもんね、本当にね、はい、でも知れば知るほどやっぱりドラゴンズにはまってしまうので、根尾選手とか鵜飼選手とか、あと、高橋宏斗選手と岡野さんの先輩後輩コンビとかめちゃくちゃ好きなんですよ。すごい、もう常に綺麗に沼に着水されてますね。そういう思いが伝わりました。はい、伝わりました。今年のドラゴンズへの期待値、改めてお聞かせ願いますか？そうですね、試合を見ていても感じるんですけど、やっぱ最後まで諦めない姿勢っていうのはすごくやっぱ胸を打ちますね。なので勝ちへの執念っていうものをぜひ見せていただきたいなと、すごく楽しみにしています。メインさんの曲を聞いて、はい、きっと選手たちも頑張って勝てたっていう試合一つでも、ね、多くなりそうですね、うん、はい。さてメインさん、この放送の後バンテリンドームに駆けつけてテレビ愛知の野球中継にも参加していただけるということで、引き続きよろしくお願いします。10ちゃんベースボール中日対阪神戦の放送はこの後午後6時25分からです。サブチャンネルは試合開始から放送します。メインさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。